車が来たぞー。口も聞けなくて耳も聞こえないんだ。裸ん坊は人さらいに違いないわ。人さらい？おまわりさんや、おまわりさんに届けまよ。いや、おまわりさん、この人、人さらいです。人さらい？わての孫はさらいましたよ。ほんまどうす、この人はよ、縛っておくれやす。こら、お前人さらいもすんのか。もうちょっと、もういるな。おい、こんなもんでいいかな。下駄は履いた方がいいな。いいしなさい。これなんやこれ。はい、それは僕のデカパンだな。洗ってないからちょっと嫌だな。パンツ。これは、これ一般のこれ、これはない。それ色紙っつって僕は針絵に使う色紙なんだな。幼稚園とか小学校がやるのあれか、あれか。はいはいはい。これは僕はご飯食べる時で、これは石鹸なので。分かってる。みんな僕のもんなんで、盗んだもんじゃありません。普通はこんなと。アンさん、アンさんは人さらいとす。なあ、わてな、はっきりびっくりしたもんやさかい、入れ歯が大変と飛んでしまいましてや。入れ歯？入れ歯って、この入れ歯？これ、うちの入れ歯や。うたらの、さっきあんた言った汽車の窓から降ってきたっちゅな、ほんまやったな。うん、本当なんだな。そんな入れ歯なんかよりも、うちの孫を返しておくれやす。達也はどこどす？これ、あんたな、泥棒やないにしても、人さらいや。子供どこやった？子供は耳が聞こえないので、汽車が来たので僕は鉄橋を走って行って助けたんだな。サロータと違うのか。はいはいはい。それから僕は金ピカの拾った入れ歯で獅子舞の真似をしたんだな。子供は怖がって逃げて行ったんだな。どこへどす？どこへ逃げたか僕にはよく分かりません。ばあちゃん、人さらいやなんて達也の命の恩人やったんやわ。ほんまやな。お待たせしました。ごちそうになっていいですか？どうぞどうぞ、たんと食べとくれやす。確かアンさんも二親を亡くしたお人や言うとやしたな。この八重と達也の兄弟も二親を亡くした行動してな、交通事故でございました。父と母が死にました。ショックで弟は耳も聞こえず口も聞けない子になってしまったんです。自閉症なんです。お医者様のおすすめで丹後宮津の養護学園へ入園させましたんやけど、そこを逃げ出してしまいましてな。実は今日も宮津へ探しに行った帰りどすねん。僕も八幡学園を時々逃げ出して分辨するんだな。なんでどす、なんで学園逃げ出して分辨しはんのす？僕は珍しい胸
綺麗なものを見るのが好きなんで見たくなって逃げ出すんだよな。ほな、うちの達也も何かを見となって養護学園を。弟は一体何が見とうて。ルンペンは癖なので、癖はなかなか治らないので。弟がどういうつもりでルンペンになったのか、もっとよう分かるように教えていただきたいんです。入れ歯のお礼もさせてもらいますよって。どうぞうちまで来ておくれ。うちは京都なんです。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。それからまたどっか行ってしまって分からへんねん。困ったのそれが中央にあるさ。せやけどあの人が。あ、清さん、さあどうぞ中入ってください。さあどうぞどうぞ。あれね、プーンと匂いまへん。日本のターザンと。ターザン、近いな。なんだ、お金か。キヨシさん、さすまんけどね、追い出してくれやす。仕事の邪魔せんすかね、これは。まキヨシさんはね、達也の命の恩人なんです。みんなでいじめて。なあ鶴吉さん、この人の好きなようにさせてあげてください。幼稚園の砂場と間違うてもうては困ります。堪忍して。お母さんとお父さん亡くさはってかわいそうな人やのに、みんなでいじめて。ほんまに堪忍や。僕はご飯を食べたらまた働くのでお帰りください。はい。達也君はどうしてるかな。早く帰ってくればお菓子だってご飯だっていくらでも食べられるのにな。達也は自分がお父さんとお母さん殺したんやって思い込んでるんです。それ交通事故じゃなかったんですか。あの子がどうしてもサーカス見に行きたい言うて両親におねだりして、その途中の交通事故やったんですけど、おばあちゃんがサーカスなんか行かなんだらよかったんや、どないしても連れて行けておねだりせなんだらよかったんや。気が動転して口走ったの、足を怪我しただけで一人生き残った達也が聞いてしまったらしいんです。僕がお母さん殺したんや。お父さんはお菓子作りの名人やったのに僕が殺してしもったんやって。泣いてるうちにあの子口も聞けず耳も聞こえない子になってしまったんです。 おねだりして、その衝突したのはそれは事故だったんで、事故で死んだので達也君が殺したんじゃないんだな。だからそれは達也君が一人で思い込んでるんじゃないのかな。自分でそう思ってるから達也はかわいそうなんです。お腹を空かしてルンペンしている達也君のことを思ったらおかわりするのは遠慮した方がいいんだな。でも僕の口は遠慮しなくて おかわりを欲しがるんだな。やっぱりアホの口なのかな僕の口は。いいえ、達也が何を考えて養護学園を抜け出してルンペンなのか、それが分かるのは清さんだけなんです。達也を助けてやってください。助けてやってください。お願いします。はい、ご飯もお願いします。
鶴吉は八重のところへ婿入りしたがってんので、あんさんに面当たるんどす。堪忍してやっとくれんす。鶴吉さんは八重さんのことが好きなんだな、ね、僕も八重さんは優しいから好きだな。鶴吉は銭勘定にはさといけど、菓子作りの心は持ってまへん。祇園堂の跡目は達也でのうては飽きまへん。どうぞ達也を見つけて連れてきておくれやす。僕がですか？清さんだけが頼りなんです。お願いします。あのこれは祇園堂のお菓子です。どうぞ持って行っておくれやす。こんなに たくさんもらえるんですか？ちょっとこんなとこで寝たらいかんよ。最終の汽車がね、出た後だから、もう早く帰りなさい、帰りなさい。はい、早く早く。でも駅には屋根があるんで、夜中に寝ていても雨がかからないので、やっぱりここがいいと思うな。いや、いいと思うなってね、もう我々も電気消してね、閉まって帰らないかんね。あの寝るんやったらその辺の近くなら旅館へ行けさ、旅館へ。旅館は金がいるから行けないな。駅も金いるがな。じゃあ入場券があればいいかな。入場券で寝れると思ってんのか、ほんまに。あほなこと言ってたら、早く帰り、この場で荷物か。早く持って持って、早く帰りなさい。駅は旅館と違うの。早く早く。駅長さんはいい人だったのにな。早く早く帰って、おしっこしてねえや。よっさん、ありがとう。ほんまにありがとう。しかし、あの泥棒ですよ。それもあの牛乳泥棒の上司なんですわ。変なこと言わんといてください。牛乳代ぐらいなんぼでも弁償させてもらいます。こんな手錠なんか早く取ってください。はい。あ、どうも、すいません。あれ、ちょっと疲れてるだけや、大丈夫や。先生にお世話していただいた丹後宮津の養護学園はほんまええとこどしたんやけどな。どうして京都まで来たんかいな。ハンさん、どうしても自分で持っていくいわって。達也君の病気は治るかな。こういう種類の病気には医者の力以外の何かが必要なんやな。達也君は祇園堂のお菓子が作りたくて養護学園に逃げ出してきたんだな。そしたら、なんでまっすぐ家に帰らんと土管の中なんかで。丸いのが好きなんじゃないかな。やましやっちゃな。お手製のお菓子ができたそうですな。はい、できたんだな。これ、あっち、あっち、ちちちちちち、僕の饅頭は、ダメですか？これは傑作だ。傑作？こんなもん菓子はおまへん、売り物にはなりまへんで。いいえ、買うてくれはる人かってあると思うわ。正気だっか？こんなもん店出せまへんがな。これが大文字で、松の木があって花が咲いていて。先生、待ってください。八重さん、僕は何か忘れ物しましたか？先生、どこに行かはるんですか？僕はルンペンなので、また遠くへ行きたくなって出て行きます。なんかお腹の立つことあったら改めますよってに。どうか祇園堂にいてください。僕が祇園堂にいると かえって邪魔なんだな。お願い、いてください。もっともっと祇園堂のためにお菓子作ってください。うん、お菓子は達也君が作るので、僕は饅頭を作ったので、さようなら。先生。先生が好きやったら走って行ってむしゃぶりついてでも引き止めんね。早よ行き、早よ。陽さん、
さんのことは好きやけど、うちむしゃぶりついたりなんかそんなこと要せん。そうやな、十七になったばっかりのうぶな八重には無理やな。おまけにあちらはあちらさんで、身なりは大人でも心はまるっきり肌感冒の子供なんやさかいに。おばあちゃん、なんとおなき、そうやってだんだん大人になんのやさかい。僕のおかげじゃないんだな。達也君が自分で勝手に喋るようになったんだな。お願いです、ずっとここにいてください。はい、じゃあさようなら。